監督生、わざわざ祝いに来てくれたのか。ありがとう。例年通りって感じだ。この盛大なパーティーも3年目だから今年はいいと言ったんだが、結局賑やかなバースデーになったな。誕生日にかこつけて騒ぎたいだけのやつもいるんだろうけど、まあ祝ってくれるのはありがたいことだ。ほどほどに楽しませてもらうよ。監督生がくれるのか。じゃあ100g1万マドルの高級バニラビーンズが欲しい。冗談だよ。他の寮生からも1ヶ月前くらいから欲しいものを聞かれていて、今みたいな調子で答えたんだが、みんな意外と真に受けるんだよな。ケイトには半年間何でもない日のケーキを俺の代わりに作ってくれ。デュースにはお菓子の材料に使うハーブを植物園で育ててもらいたい。エースには飛行術で使うほうきの手入れを頼む。リドルには次のテスト対策ノートが欲しいと。まあざっとこんな感じだ。文句を言ったり驚いたりもしながら、最後にはみんな分かったとうなずいてくれたよ。まさか本気にするとは思わなかった。当然だろ。あいつらにもすぐ冗談だって伝えたよ。ああ、両親ともケーキ屋の仕事で忙しかったから、夕食作りは俺の役目だったんだ。飽きが来ないようにいろいろとバリエーションは増やしたから、割と何でも作れるぞ。そうだな、一番はハンバーグかな。弟と妹にリクエストされてよく作っていたから。自分で言うのもなんだが、俺のハンバーグは結構うまいぞ。隠し味のセイウチ印のオイスターソースがいい味を出してて。確かにマロンタルト作りの時は冗談だったけど、今回は違うよ。肉料理にはよく使われる調味料で、味に深みが出るんだ。さらに半熟の目玉焼きを乗せるのがクローバー家流。熱々の肉汁と黄身が混ざり合えば、ほら想像してみろ。ものすごく食べたそうな顔になったな。わかったわかった、今度作ってやるよ。そりゃあもちろん。お菓子は得意だけど、その他の料理だと割と失敗してる。でもこれは食えたものじゃないって仕上がりでも、寮生はあまり気にせず食べてるよ。俺のユニーク魔法の効果覚えてないのか。冗談だよ。そんなことはしないさ、めったにね。スミレの砂糖漬けだ。初めて口にしたのはエレメンタリースクールに上がる前だったと思う。食べられる花があるってことに感激して興味を持ったのがきっかけだったはずだ。それ以降道端の花を何度か食べようとして両親を困らせることもあったらしい。俺自身は全く記憶にないんだけどな。なあ、味ももちろん好きなんだが、食べると花畑に寝転んだみたいにスミレの香りが口いっぱいに広がるのが面白くてさ、その癖の強さが気に入って無性に食べたくなる時があるんだ。実家にはケーキの材料に使うためにスミレの砂糖漬けがたくさんあったから、よくつまみ食いしては親に叱られたよ。それでも食べるのをやめないから、最終的には俺専用の砂糖漬けが用意されたっけ。今でも両親が時々送ってくれるから、勉強の合間とかに一口つまんでる。ちなみに食べるだけじゃなくて、砂糖代わりとしてホットミルクに入れるのもおすすめだぞ。スミレの色が溶け出して
ミルクが水色に変わるんだ。面白いだろ。ああ、からしだな。昔チェーニャと5個のシュークリームのうち1つだけからし入りを混ぜて運試しをしたんだ。まあ結果は予想がついてると思うけど、俺がハズレを引き当てて、近くに水もないし、チェーニャはひたすら笑ってるし、あの時は本気で涙目になったよ。さて、せっかくの誕生日だ。苦い思い出話はこれくらいで頼む。